本田武タ本田武ン本田武シ、ラテン文字、武ケ本田。ン1981年3月23日帯は、日本の元フィギュアスケート、男子シングル選手。現在は、プロスケーター、スケートコーチ、解説者、スポーツコメンテーターなどで活動中。既婚、三次の父、マネジメント契約先は、スポーツビーズ。主な競技実績として、 2002年2003年世界選手権2大会連続3位、銅メダル獲得2002年ソルトレークシティオリンピック4位、入賞1998年長野オリンピック代表15位1999年4大陸選手権優勝全日本選手権通算6回優勝など1981年3月23日 福島県郡山市昭和町で、本田家の次男として生まれる。東北高等学校卒業後、法政大学法学部通信教育課程中退。現在は、イムグ、2019年3月までのち、スポーツビズとマネージメント契約。1998年長野オリンピック後、トロントに在住。現役引退後、高橋大輔のコーチである。 長考歌子に誘われて2006年に帰国。2007年8月29日、大阪府出身で1歳年上の女性と結婚。2008年春に長女が誕生。現在は大阪府高月市に住んでおり、関西大学アイスアリーナでスケートを教えている。現役選手時代、鍵山正和に続いて、プログラムに4回転ジャンプを組み込み始め、日本人選手として、 初めて競技会で成功させた。2003年4大陸選手権のフリースケーティングでは2種類3度の4回転を成功させた。さらに練習ではアクセルを除く5種類のジャンプで4回転を降りていたという。兄がスピードスケートを習っていたことがきっかけで7歳からショートトラックを始める。1989年12月、郡山スケートクラブに入り、 フィギュアスケートに転校。1990年に同クラブが閉鎖され、10月に仙台泉 DLL クラブへ移る。毎週1回、宮城県仙台市のオレンジ湾線、現アイスリンク仙台に通うようになる。フィギュアスケートを始めて3年で3回転ジャンプを習得。進学を機に本格的に長久保博に支持するべく、母親と2人で仙台へ移り住み、 リンクから徒歩県の仙台市立七北と中学校に入学。1993から1994シーズン、中学1年の時に出場した初めての国際大会トリグラフトルフィーノービスクラスで優勝。1994から1995シーズンの全日本ジュニア選手権で3回転アクセルに成功。翌百九十五から百九十六シーズン。 優勝したネーベルホルンハイの公式練習では4回転ジャンプに成功した。初のシニア大会 NHK 杯では4位。全日本ジュニア選手権で初優勝を果たし、世界ジュニア選手権では初出場ながら2位。優勝はロシアのアレクセイ・ヤグディン。同シーズンの第64回全日本選手権では男子シングル選手として史上最年少の優勝を果たし、14歳の若さで、 日本のエースとして1996年世界選手権に初参戦、13位と検討した。1996年4月、仙台市の東北高校に進学、同高校の一学年上に1998年、長野オリンピック男子シングル、日本代表の田村学と、一学年下に2006年、鳥のオリンピック女子シングル金メダリストの荒川聖、長野五輪ペア、 日本代表のアライ・マリエラがいた。1996から1997シーズンから ISU チャンピオンシリーズに参戦し、3大会に出場。第65回全日本選手権では2連覇を達成。2度目の出場となった1997年世界選手権では10位となり、長野オリンピックの男子シングル、日本代表の出場枠2を確保した。 1997年10月には早くも1998年、長野オリンピック男子シングル日代表に内定。同年11月の NHK 杯時に、4回転ジャンプの着氷に失敗して、右足首を痛める。長野オリンピック直前の同年12月より、米国に拠点を置いていたがリーナズミエフスカヤに指示。第65回全日本選手権は、怪我により欠場。 1998年2月の長野五輪。男子シングルは、ショートプログラム SP のトリプルアクセルから、コンビネーションの点灯失敗が響き18位と大きく、出遅れ、フリースケーティングではやや挽回するも12位、総合で15位に終わった。続く1998年世界選手権で、予選競技会では、自身初の4回転投ループに成功したが、 SP フリーともにジャンプミスが出て11位に止まった。1998から1999シーズンはフリープログラムで仮面の男を演じ NHK 杯ではエフゲニー・プルシェンコに次いで ISU グランプリシリーズ初の表彰台となる2位。1998年12月からはカナダのダグラスリーの下に拠点を移す。 三度目の優勝を目指した第67回、全日本選手権では怪我のためフリースケーティングを棄権したが、初めて開催された1999年4、大陸選手権では、前年の長野オリンピックメダリストらが出場する中、SP フリースケーティングともに1位となり、17歳で初代王者に輝いた。法政大学に進学した1999から、 2000シーズンはスケートカナダで3位となり、第68回全日本選手権では3年ぶり3度目の優勝を果たした。2000から2001シーズンには、第69回全日本選手権で4度目の優勝を飾り、2001年4大陸選手権では2位となった。2001年世界選手権では総合5位入賞となり、前回の長野五輪同様に2002年、 ソルトレーク式オリンピックの男子シングル日本代表の出場枠2を獲得。2001から2002シーズンスケートアメリカ2位 NHK 杯で五十嵐文夫以来20年ぶりの日本男子優勝を果たし日本人男子選手として初めてグランプリファイナルへ進出。グランプリファイナルでは5位だったもののこの結果により ソルトレークシティ五輪の男子シングル代表に早々と内定した。ソルトレークシティ、逸話男子シングルでは、ショートプログラムで、ドンキホーテの曲に合わせて、4回転トーループマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプと3回転アクセルを成功させ、アレクセイ・ヤグリンに次ぐ2位につけた。フリースケーティングでは4回転トーループジャンプの着氷で、ステップアウトするミスがあり4位。 総合でも4位入賞に下がり惜しくも、逸話はメダルを逃げた。ソルトレークシティ五輪から約1ヶ月後、日本、長野で開催された2002年世界選手権では、予選3位で通過。その後、ショートプログラム及びフリースケーティングでも3位となり、総合3位入賞を果たす。なお、日本男子シングル選手としては、1977年世界選手権の、 サノミノル以来25年ぶり2人目となる、念願の銅メダルを獲得した。2002から2003シーズンは、それまで主に振付を依頼していた、ローリー・ニコルが、ティモシー・ゲイブルの振付を手掛けるようになったため、イメージチェンジも兼ねて、振付書をカート・ブラウニンとニコライ・モロゾフに変えて臨んだ。グランプリシリーズのスケートカナダでは2種類の4、回転ジャンプを取り入れて優勝。 続くラリック杯は3位、NHK 杯では2位となった。第71回全日本選手権では5度目の優勝を果たし、翌2003年に行われた冬季アジア大会でも優勝。2003年4大陸選手権では、フリースケーティングで2つの4回転トーループ、うち1つは4回転マイナス3回転コンビネーションと1つの4回転サルコーを成功させ、技術点では2人。 芸術展では3人の審査員から6.0満点の評価を受けて優勝。そして2003年世界選手権は前シーズンに続いて総合3位入賞。世界選手権において日本代表男子シングルの種目において2年連続のメダル同獲得は史上初の快挙で女子のすぐり明恵と共に2年連続で日本人選手が銅メダルを獲得した。 2003から2004シーズンは GP シリーズのスケートアメリカに、スケートカナダで3位と共に表彰台に上がったが、その後練習中に右足首を故障し、その後第72回全日本選手権や2004年世界選手権の大会へは怪我が回復しないため欠場。2004から2005シーズンの前半まで試合に出られない日々が続いた。 第73回全日本選手権では2年ぶり、通算6度目の優勝を飾ったものの、同回が自身最後の優勝となった全日本選手権男子シングル優勝6回は、佐藤忍の優勝10回に次ぐ、史上2位。2大会ぶり出場の2005年世界選手権では、予選前日の公式練習中に、左足首を捻挫。そのまま予選に臨むも、 演技冒頭の4回転トーループで頭をついた時に、激痛に見舞われ、回転不足のまま転倒。リンクに倒れたまま動けず、担架で運ばれたまま途中危険となってしまう。同日男子代表の高橋大輔も、総合15位に沈み、トリノオリンピックの男子シングル日本、代表出場枠は、1のみ。2005年10月27日、2005から2006。 シーズン限りで競技を引退することを表明。故障を抱えたままシーズンに臨んだが、高橋大輔及び小田信成といった若手の台頭で、トリの五輪男子シングル出場をし、24歳で迎えた第74回全日本選手権が、現役最後の大会となった、同大会で5位の成績により、2006年4、大陸選手権代表に選出されるも出場自体。 2006年2月のトリノ五輪終了後、同年3月4日に開催されたアイスショー、シアター、オンアイスのリンク上で、ホンダ自らアマチュア引退とプロ転向を表明。ビクトール・ペトレンコにプロの世界へようこそと歓迎された。現在はプロスケーターとして、プリンスアイスワールドやチャンピオンズ・オン・アイスなどで活動する傍ら、2006から2007シーズンからは、主に、 GPNHK フと全日本選手権、男子シングルの解説者も務めいる。指導者としての活動も、はじめ、2008から2009シーズンから浅田舞や沢田、秋のコーチになったほか、高橋大輔のジャンプ技術コーチとして、ジャンプの指導も行っていた。2010年2月の2010年、バンクーバーオリンピックでは、男子シングルとアイスダンス、2014年2月の2014年、 ソチオリンピックでは団体戦男子シングルの実況解説を各担当。なお、バンクーバー五輪男子シングルで3位、銅メダル獲得の高橋大輔、ソチイツは男子シングルで優勝、金メダル獲得の羽生譲るに対して、ホンダはそれぞれ祝福のコメントを述べていた。2012年5月23日にリリースされた NHK 東日本大震災復興応援ソング、 花は咲く、花は咲くプロジェクトにボーカルとして参加している。同年10月5日には荒川静香と共に日本で開催された第1回メダルウィナーズオープンに出場した男子シングルの成績は4位。2019年3月末をもってイムグとマネージメント契約を継続しないことを発表した。2019年4月26日からスポーツマネジメント スポーツビズと業務提携契約を締結。中学校の頃、英語の授業が大嫌いで、成績も悪かったが、海外の選手やコーチと交流するうちに、英語の必要性に迫られ、真面目に勉強するようになった。その一環として、仮面の男を何度も主張しており、大会でもその劇中曲を流したことがある。このことは、基礎英語のテキストの中で語ったエピソードであり、 インタビューの最後の部分では、スケートを続けてきたことが、英語を勉強するきっかけとなったと語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。